どうもまさんです。今日は僕がタチプロで得をしたことを、皆さんにお伝えしたいと思います。パチプロに、なりたい人中には、見てくれてる方でいるんじゃないかなと思うので、パチプロになるとどういうことが得なのかを、教えたいと思います。まあ、過去に僕がね得をしたことを伝えていきます。で、まあ、興味がある人は、最後まで聞いてほしいんですけど、で、まあ、まず一つ目、一番大きいというか、まあ、当たり前になってしまうんですけど、まあ、パチプロって、まあ、パチンコスロットで生活してるんで、まあ、パチンコスロットが勝てるようになる。まあ、これ見てくれてる方はね、これがいや一番いいやんと思うかもしれないですけど、まあ、僕らにとってはもう当たり前なんで、勝てないとやっぱパチプロではないんで、まあ、パチプロのね基準がないんで、まあ、まあ今のところ僕はまだ生活できてるので、パチプロになるんじゃないかなと思います。得したこと2つ目、自分の自由な時間を作れるようになった。これは、打ち子の人とかはやっぱ無理やと思うんですけど、僕は、まあ、打ち子さんを雇って打ち子さんに売ってもらって、まあ、僕は言うたら親みたいな感じなんで、例えば今日は休みたいなとか、例えば、まあ、昔なんですけど、今日は女の子と遊びたいと、今日は遊びたいやという時はもうリーダーに任せて、リーダーがいたんでリーダーに任せて僕は休んで、打たずにっていう日が、自分の自由に作れたり、で、まあ、途中で言うたら昼ぐらいに、急に用事ができたりとかしても、まあ、それに対応できたり、最近よくあるのが、僕最近ずっと歯医者行ってるんですけど、歯医者の予定言うたら何時が空いてるんですけど会いますかとか、向こうの予定に合わせることができる余裕があるみたいな感じですかね、時間にっていう生活ができるようになりました。で、3つ目、パチスロ好きから尊敬されます。まあ、これは僕の友達とかにも多いんですけど、まあ、パチンコスロット好きな友達が結構周りにいるんですけど、まあ、勝ち方教えてくれとか、まあ、どこの店がいいんとか、まあ、結構まあ尊敬の眼差しで、まあ、見られることが多いですね。まあ、それが僕は嬉しいとか思わないんですけど、やっぱねめちゃくちゃ仲いい子に聞かれたら、まあ、親身になって教えてあげようとか、まあ、思うんですけど、まあ、今はこうやってね YouTube で動画を撮ってこうみんなに発信して言ってるので今は全然思わないんですけど、当時めちゃくちゃこう荒稼ぎしてた時ってなんかそんなにね仲良くない人にも、こう勝ち方を教えてくれとか、まあ、いい店教えてよとか、店であったら今今日どれが出るんとか言われるんですけど、いや自分の金で勉強すればって思ってましたね当時は。今は別にそんな思わないんですけど、まあ、当時はそんななんか気持ちに余裕がなくて、まあ、まだ若かったんで、まあ、今も若いって言われるかな、まあ、若いって言ってほしいんですけど、まあ、まだ30なんですけどね、すごいとは言われますね。まあ、全くねパチンコスロットやらない人からしたら何それとか言われることあるんですけど、そんなんで生活できるのとか、まあ、言われることあるんですけど、まあ、パチスロ好きからはかなり尊敬されますね。4つ目、僕は基本的にパチンコをメインで立ち回ってるんですけど、まあ、ほぼほぼスロット打たない、まあ、月の3分の1ぐらいがスロットかな、多くて、まあ、基本的にはもうずっと僕パチンコで立ち回るタイプなんですけど、朝がそんなに早くないですね。僕の地域は朝の10時開店なんで、9時のところもあるらしいんですけど、僕の地域は10時なんでそんなに朝が早くないですね。でスロットってやっぱね抽選加担とやっぱその狙いたい台とか取れないじゃないですか、だから引き子を雇ったりするんですけど、パチンコの場合引き子なんか雇ったことないですね。台が被る時に抽選引くぐらいで、他の言ったら同業者パチプロの人に、パチプロの人と台が被ったりする時は抽選引いて取り合いみたいになる時はあったんですけども、それも過去の話ですね。今正直パチプロが少ないんで、スロプロは多いんですけどパチプロは少ないんで、だから抽選も引かないです。基本的にもう9時50分とかギリギリに行って、で狙いたい台も取れるしみたいな。昔はねほんまにね、結構パチプロもゴロゴロいてめちゃめちゃ多かったんで、だからもう朝も早かったんですけど、今はまあこう
ほんまに少なくなって、人数もこう少なくして、まあ、ほんま気楽にやってる感じなんで、うん、朝ものんびりしてますね、うん。めちゃめちゃのんびり。5個目かな。パチンコ屋って景品置いてあるじゃないですか。例えば、何やろ、お菓子とか、例えばお酒とか、まあ、例えばタバコ、おもちゃとか、時計、いろいろこう景品置いてあるじゃないですか。その景品を元値より安くで買えるっていうのが、パチプロの特権、まあ、これパチプロの特権っていうかな、パチンコスロットを打つ人の特権なんかな、うん、ただまあ僕はこれを仕事にしてるんで、まあ、基本的にもずーっと安くで買える。で一番でかかったのが僕喫煙者やったんでアイコス捨てたんで、アイコスのメンソール捨てたんで、アイコスのメンソールをめっちゃ安くで、ね、ずーっと仕入れてたんですよ。いくらぐらい安くなるか、説明したいんですけど、アイコスのメンソールって5200円かな、ワンカートワンカートも5200円するじゃないですか。ってことは、玉で表すと、うん、1300玉かな、1300玉でアイコスのメンソールのカートンを買えるんですけど、で僕絶対にあのそのタバコを買うとこ、お店を数店舗か、この店で買う、この店で買うっていうのを絶対決めてて、その店の特徴が1玉 3.03 円のお店なんですよ。だから33玉交換っていうんですけど、1玉 3.03 円で買い取ってくれるというお店で僕は絶対にタバコを買います。そうすると見たら1300玉でアイコスのメンソールのカートンが買えると、1300玉かける3.03 円は、まあ、換金すると3939円にしかならない玉数、まあ、3939円にしかならないもので、5200円のアイコスのメンソールのカートンが買えるんでめっちゃ得なんですよ。1261円の得っていうのを、ずっとやってましたね。それがめっちゃ得してたことかなと思います。だからあの増税、タバコ結構増税してたじゃないですか、したじゃないですか、増税ねしたんですけど、まあ、あんまりその、ね、苦しいとは思わなかったですね、増税されたことが。だってなんか常に安く買えてたんで、その人よりね得したことかなと。結構これがめっちゃでかかったですね僕は。6個目、店員さんとかコーヒーレディと仲良くなれる。まあこれは毎日通ってるんで、よくね顔見知りっていうか、まあその顔合わせるんで、まあ、喋りかけると普通によく喋ってくれることが多いですね。だからまあ結構コーヒーレディの知り合いとか、まあ、店員さんとのこの知り合いが多いんかなと思いますね。でまあ特に僕は女の子が多いですね。まあ男の人にね喋ることがあんまないんでね、それはね僕も男なんで、まあ、しかもねちょうどその遊びたい時期やったら20前半とかやったかな時に、それはね可愛い女の子がこう働いてたらね声かけたくなりますよ。でまあよくこう仲良くなることができて、まあそれで遊びに行くこともできるっていう感じなんやったんで、まあ僕からしたら天職でしたね。好きなことをして女の子と遊べて、自分がこう好みやなと思う女の子とも遊べて、うん、楽しかったですね。まあないんですけど、ただね仲悪くなるケースもあるんですよね。それがどういう人かって言ったら、あのそのお店の偉いさん、店長クラス、その系列の、まあ、ちょっとエリアマネージャー的な人とはかなり仲悪くなりましたね。まあただね止め打ち注意されたり、まあ僕も親とかバレてたんで、そのトップのやつって、僕はそのグループの上の人間っていうのはその系列とかにバレてたんで、ある店舗でね僕も顔写真とか撮られて、でそれを事務所にバーンって貼られてたみたいです。でなんでそれを知ってるのかって言ったら、そのお店で仲良かった女の子に、写真貼られてんでと、めっちゃデカデカみたいな、でこいつに注意みたいな書かれてんでとかあのぐらい嫌われてることがありました。だからそのお店は実質僕的みたいな、僕だけできんやけど、まあ、グループの子に生かして、リーダー他のリーダーに生かしてっていう感じでしたね。何個目、7個目かな7個目。あのまあ僕はあんまりこれやらないんですけど、まあパチプロやってる方、まあ、パチプロの方とかスロプロの方はめちゃめちゃこれやってる人多いかなと思うんですけど、携帯のアプリが異常に強い、異常に育っとモンストとかレベルがめちゃめちゃ高いとか、そういうゲーム系に強い、強くなれる、まあ、ゲームを常にやれる環境にあるっていうのと、まあ、あとは YouTube とか、まあ、動画とか音楽とかずっと聴けるんで、まあそれができる、まあ、これいいんか悪いんか、まあいいことは、いいなと思う人は多分
おるかなと思うんですけど、まあ、僕はあんまりそのゲーム稼働中にゲームしたり動画見たりっていうのはあんまないんで、あんましないですね。けどまあそれもまあ得することなんかなと思います。でまあパチプロになって得することまあ今日は話したんですけど、まあ、それ以上に損することなんか多いんじゃないかなと僕は思っていますね。今日の動画は以上です。良ければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では。